公平です。茶巾の畳み方です。絞った茶巾を広げてシワを伸ばします。で、上3分の1を向こう側に折ります。で、右手を上にして持って左手で真ん中ら辺をつかみながらさらに3分の1に折ります。で、これをこの親指を軸にして半分に折ります。で、ちょっとずれてるところを直して重ねます。こういう形になりました。で、またこの小指を中心に半分に折ります。まだ親指は入れたままです。で、最後この右端を少しだけ折り返します。で、最後親指を抜きます。これで畳めました。見てもらうと親指が抜いたところが膨らんだ形になってます。この膨らんだのは膨らんだままにしておきます。で、お茶碗に入れる場合はこの膨らんだ方を手前にして茶碗の底に置きます。で、その上に茶筅を置いて茶杓をひっくり返したうつむきにして右側に置きます。で、茶器をその横に置きます。ここまでが、裏の仕事、水屋でここまでセットしておきます。で、お茶席に道具を持ち込むときは左手でお茶碗、右手で茶器を持ってこのようにしてお茶席に持っていきます。以上です。